ベル20くらいでも狂乱取れるよ。攻略の途中ですが狂乱祭が開始されました。一番最初は猫を取りに行きます。レベル本当に低いが大丈夫なのか。レベルよりも持ちキャラが問題です。姉さんを使うとハエ結構難しいです。枠数に随分余裕があるがいいのか。今回お疲れなのでニャンピュを使います。狂乱で役に立つ猫、端末の関係で向きを変えてニャンピュオン。そして操作のために再び向きを変えて、いざ参らん。資金調達くらいは問題ないので猫本いりません。ただいま未来編第1章をクリアして2章の途中、その状態からでも攻略できることを証明します。ムートとバルキリー使わないがいいのか。使うにはレベルを上げないといけないので却下、ユーザーランク低い状態で攻略を目指します。だが攻略成功したら1上がるから注意だな。理想は400以下ですが状況によっては多少上下します。敵は弱いですがこちらも弱いです。再生産は20なので2秒生産できるキャラはできますが、一部重めのキャラがいるので注意。壁のレベルは10だから体力は感情に入れられないな。壁の足も遅いのでステージ中央で戦います。最初は手動で攻略していくので働き猫のレベルはその特徴性。モニュメントを叩いたら攻略の始まり。敵を足止めしつつ資金を稼いだら、中央まで誘導してニャンピュをオンにします。始まったな。壁は1回でも攻撃受けるとすぐにやられるみたいだが、地蔵が1回耐えるくらいか。働き猫のレベルを上げたので誘導しながら資金調達。アーティストは使いにくいですが1回でも当てればいいと割り切ります。ここで黒キャスの出番ってわけか。パオン倒せてないんだが、ギリギリ射程から外れていて初撃を外しました。壁をパオンに一掃されたのでややピンチになってます。だ、け、ど、ね、ヒットバックを利用して体勢を整えます。地蔵の攻撃ではニック、ニョロ、ワンコを攻撃しつつ、壁は足の遅さを利用して緩急をつけます。また潜り込まれたがどうするよ。これ以上下がって持久戦でもするか。もう一度ヒットバック。安全圏から攻撃を続行。資金はパオンとかから集めていきます。姉さんのノックバックは5。狂乱の猫のヒットバックを合わせれば十分攻撃はできます。そして都合よく再生産がもうすぐできるわけか。ヒットバックした分前に進んでしまいますが、熱波の出現位置次第で攻撃は可能。呪いのマークがつくので、攻撃が当たった判別は簡単です。いよいよ2体目の黒キャスの登場か。うわーいぶ、これで負ける方が難しくなったな。でも接近されると効果は現れないので、当てられるだけ攻撃は当てていきます。レベル19とはいえ衝撃レアだよな。ドプスもそれなりに高いのに結構苦戦してる気がするんだが。時間に換算すると6分ほどで攻略は可能。へえ、そんなに早く攻略できるのかー。すげえ微妙だな。彼を倒して仲間に加入することで、壁の到達時間の問題が一気に解消されます。一番弱い猫でこんなに時間がかかってるってことは、タンクは300万くらいあったよな。しかもノックバック1。狂乱の猫の体力が240万だから、スニャイパー使えばなんとかなると思うよ。アイテムにはできるだけ頼りたくはないが、最近攻略に追われてて疲れてるんだな。ニャンコが邪魔はしてないから結構辛いところでもあるし。ノックバック1の敵を相手にするのって大変なんです。さあここを終わらせたら、次があるので頑張りましょう。この端末での狂乱初ゲット。攻略できるものはどんどん消化していきます。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。キモネコが一番難しいです。ああ、持ちキャラの都合だもんな。